シーモン・ウーロフ、カール・マスペリンは、スウェーデン・サルト・ショー・バデン出身の男子プロテニス選手。ダブルスのスペシャリストとして活動し、2007年、全米オープン男子ダブルスで、ユリアン・ノールとペアを組んで優勝。2008年、北京五輪男子ダブルスで、トーマス・ヨハンソンと組んで銀メダル獲得。彼は、普段からダブルスのみに活動を絞り、4大大会の男子シングルスには一度も出場がない。 ATP ツアーで2007年全米オープンを含むダブルス12勝を挙げた。ダブルスの自己最高ランキングは7位。身長 185cm、体重 80kg、右利き。日本語ではサイモン・アスペリンの表記も多く見られる。アスペリンはジュニア時代から現在に至るまでずっと父親のコーチを受けてきた。1993年から1997年まで アメリカ合衆国カリフォルニア州マリブ市のペパーダイン大学に在学し、全米大学チャンピオンを経てから、1998年に24歳でプロ入りした。最初の2年間は、男子ツアー株のフューチャーズやチャレンジャーで、シングルスもこなしたが、2000年以後はダブルスに専念するようになる。彼の最初期のパートナーは、同じスウェーデンのヨハンランスベリであった。2000年2月、 ランスベリーと組んでオープン13大会でツアー初優勝を果たす。アスペリンとランスベリーは年末の男子ツアー最終戦 a t p ツアー世界選手権にも初出場し予選総あたり戦を突破して準決勝に進んだ。2001年に男子テニス国別対抗戦デビスカップスウェーデン代表選手に初起用された。それからしばらく好成績がなかったが年に 男子ツアーで2つのタイトルを獲得する。2004年ウィンブルドン選手権男子ダブルスのベスト8進出をきっかけにアスペリンは大半のトーナメントでトットペリーとペアを組むようになり2005年にペリーとのペアで年間2勝を挙げた。2005年10月のジャパンオープンテニス選手権決勝で鈴木隆を岩渕里しくみと対戦した出来事をきっかけに アスペリンは日本でも知名度を獲得する。この大会のダブルスは1セットを4ゲーム選手する変則的な方式で行われ、アスペリンとペリーは4から5、4から5のスコアで日本ペアに敗れた。アスペリンとペリーは2006年10月のパリマスターズを最後にペアを解消した。2007年全米オープンでアスペリンはユリアン・ノールとペアを組み、 33歳にして4、大体階段子ダブルス初優勝を飾った。二人は決勝でのルーカス・ドローヒー、パベル・ウィズネル組を7から5、6から4のストレートで倒した。全米オープン優勝直後、デビスカップ2007ワールドグループ準決勝対アメリカ戦でアスペリンは初めてシングルス戦に出場した。すでにスウェーデン代表の敗戦が決まった後の消化試合だったが、 彼は8年ぶりのシングルスで、ジェームズ・ブレイクに1から6、3から6で敗れた。2008年北京五輪男子ダブルスで、アスペリンは、トーマス・ヨハンソンと組んで銀メダルを獲得する。二人は、決勝で、スイスのロジャー・フェデラー、スタニスラス・ワウリンカ組に3から6、4から6、7から6、3から6のスコアで敗れた。アスペリンは2011年7月、 地元のスウェーデンオープンダブルス準優勝を最後に37歳で現役を引退した。ありがとうございます。